はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？本日の修理は終わっちゃったんですけど、今日ちょうどこれぞ汚れっていう汚れがついてるんで、前回も紹介したスーパーストロングクリーナー5傾斜入り、こちらの方試していきたいと思います。落ちるかな。それではどうぞ。はい、じゃあ早速やっていきますね。先ほどもお見せしましたが、この手のひらについたこういう汚れは、そうですね、あの油に泥がくっついちゃってますので、はい、これをね溶かし出して、浮かし出して拭き取っていきたい。使っていくのは先ほどお見せしましたスーパーストロングクリーナー5傾斜入り、こんな感じですね。と、歯ブラシでいいんですけど、今日はせっかくですから、ガツ落ちブラシを使っていきたいと思います。よいしょ。これ前も紹介しましたけど、持ち手、ハンドルはバンブー、竹です。適度な弾力と硬さがあります。それからこのブラシの部分は、はい、ブタ毛です。適度な硬さと密度、それから、自然の天然のね毛ですから、成分をしっかり浸透させてくれるということになりますね。あとは拭き取り用のタオルです。そんなに難しくありませんね。いつも通りです。やっていきます。ちょっとつけて、これぐらいで、よく伸ばして傾斜入りね、はい、やっていきます。この辺ね、もうちょっとアップにする。はい、いきますよ。見えるかな、はい、しっかりブラッシングをすることで、ほら汚れが浮いてきてますね。で、歯ブラシもきれいにしながら、拭き取りますよ。ここね。ほら、こっちに汚れを付着させます。もうちょっとやってみましょうか。よいしょ。じゃあ今度この辺、もっと取れた。こう拭き取りをしっかりしてくださいね。おお、傾斜なかなかいいですね。じゃあきれいにして、おお、こんなに汚れてる、うん、よし。で、新しいのつけて伸ばして、
ほほほほ。もうちょっとだけやってみましょうかね。あんまりひどいからちょっと今やりましたけど、はい、こんな感じでございます。どうですか、泥油の汚れが落ちたと思います。はい、どうでしたか。このあたり特に汚れがひどかったんで汚れ落とししましたけれども、本日はじゃじゃーん、はい、傾斜石英の粉ですね、石粒細かいやつね、スーパーストロングクリーナー、あれ蓋かよいしょ、スーパーストロングクリーナー5、こちらのお試し動画になりました。ウィズガツオチ君ブラシ。それでは皆さん、さようなら。